最初はグーじゃけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、毎回やられてるんですよ。いつもそれだ。ありちょっとやっぱりしんどい。終わり終わり。ランコストエクストラホール一応、ね、パーフェクトファイヤーだけ一応普通にめっちゃうまいな。サンマーでじゃあもう1枚引いて、まあ、1枚上がらない穴を置いて、プレイヤーパス宣言ではっきり能力で、はい、シャッフ宣言5でプレイヤー1点、はい、で終わり終わり。バイカー、プレイヤーアタック宣言時に、うん、宣言5で含めチェンジ、うん、で2点、はい、で、バイカーの方から発動するんですけど、まあ、ワラビワラビで下に行くと、はい、で、じゃあバイカーが、まあ、ホワイトアを得るんでワラビワラビにパンチ強い。ハキューがプレイヤーアタック宣言時、手札からシャッフルができて、じゃ宣言4で1点、はい、で、バイカー能力で重要でしょうか。強い赤いクリーチャー3体入れてると、はいはいはい、これコモリからでいいかな。はい、取ります。で、ジアリ召喚して、うわ、強え、マジか。おー、マジか、貫通すんだな。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、これでしょ、終わり終わり。学びで終わり。マジ強い、それ、いいカード。パワーでかいのが結構あれですよ、ね、調整されてるな。あ、はい、終わりでいいですね。終わりで。いや、うん、バトルがこうと、うん、ステップルの力でこれこっちゃう。アタック時、いや、テンブリッカー、はい、で、ジアル召喚ワクネットよいしょ。あれですね、いいですか、タイミングここで合わせして、あのベクラーとそうそうアタック、はい、ネグリッカー強いな。強いですね。一生連成する。アタック時、よいしょ。うわ、マジで一生やん。いや、これの字合いしようか。ん？がこれじゃないの。ごめん、ちょっと俺多分今ずれてたね。3枚目でブレイク。ああ、そうか、そうだ、そうだ。出て起きてか。で、4枚目アタックか。で、来るか。さすがに。あれですか。あ、本当に書いてないんだっけ。最初はグー、ジャケット。あ、てか手札6枚あるわ。確かに。ああ、オッケー。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、はい、よし、セーフ。あぶねえ。終わり終わり。まあ、軽くこずくか、終わり。2マナでラスト、はい、この2枚、イワシン1回目、これ2枚目、イワシン1回目、はい、これはこれでいいかな。で、終わり。そこに対応しようとしたらこれデロなんじゃないと。はい、おお、デロ。やばい、それはやばい。じゃあね、あっつ、マジかよ、本当に引いた。でもファイヤー、あ、ファイヤーか。いや、それ強え。まあ、今の実は別にパークファイヤー出てダメ出してハッキリ2回パンチだった説があるんですけど、それじゃね。いや、どうします、そうします、そう、そうしよう。これはね、多分ね、巻き戻すと面倒だから使った方がいい。これで2回アタックと、ジュータ押しと2回アタックなんで、先にあれか、そう、こうか。で、2回パンチ、ここ。うん。で、ゼロダメね。オッケー。これか。ハキリアタックするときに、ジュータからステップか。うん。で、ワンブースト。1点、はい。はい。で、アンタップして、アンタップして、アタックするときに、バイカーで。はい。で、1点か。1点。はい。で、バイカーの効果でジュータ召喚。よ。マジか。これ全員起きるか。そう。ああ、すごい、ハキリでもう一回出るの、これ。マジかよ。で、はい、で、じゃあ踏むか。おー、すげえ。強っ。何これ。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、終わり。あれってない。あれ、それしんどいわ、それ。まあまあ、そうっすよね。バイカーか。ガチしんどい、それ。ステップ。あー、かか、終わり。まあまあ。どうしようか。はい、1コストでマッチパカルと滞在使って1コスト、はい、タイプサスでセルファンです。外対象は5でいいかな。6キロックありますと。で、6キロック終了。
コストでめちゃ買っている。はい、ここがブロッカーになりますと。で、タブルファンです、1回で、ボーボー3ボースで、終了。じゃあどうだろう、終わり。馬の滞在3で、おー、強い。出して、ワッカイで、ボーボー3ボース、これいいかな。で、滞在ここ、はい。で、一応僕たまたま使います。で、終わり。ドロー、ドロー、最初です。はいはい、ここで1点か。はい、で、アタック時、チェンジ、レッドイラゾンで起こして2点か。で、まあ、一応スローリーチェン十分きつい。で、終わり。じゃあ4マナで、まあ、ここでいいかな。じゃあランジャつけてシャフマイナス6000、はいよ。で、終わり。ふっ、ででででででで、えぐマジか。4マナでシャフ、はい。これ強いもんね。で、シャッフの宣言が3分かな、一応。で、アタック時4宣言しながら侵略で。で、破壊対象はこれかな、いっぱいになってるから。で、3と4。うん。はい。はい、バイバイ。さよなら。というわけで、またチャイナができたそうで。これは、なんていうデッキだ？メイドインチャイナバイカー。基本的な動き方としては、最強なのが2ターン目ハキで、3ターン目にパフトファイヤー打って、2回攻撃プラスマナ加速するやつ。うんうんうん、で、アタックするときに、一旦マナ加速挟んで、で、するとマナが5マナになるから、このタイミングで。うんうんうん、で、起きて、次アタックするときに、レッツゴーバイカーね。これはまあ結構大パンシーレベルの動きしてるから、まあそれは置いといて、まあ正直普通にハキリ、デロダム、デロダムは言い過ぎか、まあステップルとかで動いてもらっても全然強いかな。ハキリ出して、ステップル出して、ハキリアタック時、ザビデモナとかでもいいのかな、正直。うん、まあ結構あれですよね、打点が伸びるコンボっていうか、セットがいっぱいあるんで、うん、なんか揃えば、そうだね、割と、とりあえず3ターン目ぐらいにはもう2、3体横に並ぶから。あとはもう殴っていただいて、はい。というわけで次カード解説していきましょう。まずハギ、デッキコンセプトです。めちゃくちゃ強いですね。はい、とんでもないね。これ四角で大丈夫だと思います。パワーパンプがあの墓地の儀で壊されなくなったりとかも環境的にはかなり大きいと思いますね。踏み倒しの効果が召喚なんで、はい、鬼カマスに引っかからないとかはありますね、はい、ありだね。あとは結構このデッキってレインボーがめちゃくちゃ枚数いっぱい入ってて、うん、ビートダウンとしてはレインボーが多めなんですけど、うん、ハキリが結構その無理をしても大丈夫な感じにしてくれてるところはありますよね。一番びっくりしたのがさ、そのハキリアタック時バイカー出したらさ、バイカーの効果適用されるんだね。あ、そうですね。これがやべえわ。 それが結構強いですね。結構びっくりした。これレッドギラゾーンでアンタップする動きも強いんで、もうなんかすごいね。いっぱいあるままにしちゃうけど、カードごとにいきましょう。はい、でステップ、まあ、殴れるマナブーストって感じで入ってるみたいですね。そうだね。普通にあと2、4の動きがそれなりに強いんで、うん、まあ別にいいかなって思います。はいはい。で、デロの4枚、まあ最強よ、俺ちゃんも最強。さっき言った通り、ハッキリ経由して出すか、パグトレインでも出せるんで、うん、まあこうやって出すことが多いと思います。まあ、その召喚がない代わりに結構その出しやすい工夫がそれなりにされてるっていうのは、うん、だから総合的に結構3ターンには出せる。うんうん、はい、で次、パグトレイン、まあお化けですね。はい、ハッキリ2回アタックさせてもいいし、まあ、この辺出してまだ加速させてもいいし、うん、うん、まあ言うことないんじゃないですか。あ、まあそのシャフ2回攻撃させて4、5とかもできるから、まあ結構汎用性は高いです。で、シャフもうすごいの、別にずっといるんだな、これマジで。まあずっといますね。すげえわ。あれかな、これが使われなくなった時はうちの主導費かもしれない、もしずっと使われてるからなこいつ。はい、ザビドーナ、これはこれで化けたカードだよね。どうだっけ、これで大化けしたカードですね。4以下の非か闇のさっき出せるんだっけ、破壊したら。そうですね、うん、でこれが出てくるから、まあもう実質4コスモ黒単色ホールみたいな、うん、そうそう、まあ、殴るときはマスタースクリーム出してもらって、これトリガー持ってるんで、うん、その受けで踏んだときは、まあ、一応ブロッカーが出てくるよっていうのも確かにあるのかな。そうか、これ受けこれすごいな、のが結構偉い、はいはい。まあ、あと普通に、まあ、スタースクリームじゃなくても、まあ、ホワイトは使ったりとか、うん、まあ、ヤヌス、赤ヤヌスで出したりとか、まあ、それなりに強いっちゃ強いとは思うんで、結構その革命チェンジとかハキリの効果とか使ってヤヌスがこう行ったり来たりとかすることもまあまああって、それはそれで面白いのかなと思います。なるほどね。
で、バイカー、まあ、デッキの格ですね。これ、うん、すげえよ、こいつ、マジ。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強いですね。これすごいね。盤面2体しかいたら、もう大体ゲームが決まっちゃうぐらいの強さは持ってて、うん、まあ、あと、地味にコマンド持ってるのも偉くて、うん、レッドギラゾーンの効果でマハワイターがついたりとか、ここがレッドギラゾーンのチェンジ元になってるっていうのもありますね。シンプルに。個人的にびっくり対象だったのは、なんだっけな、なんかこれで、これ出して、で、これアタックするときに、こうチェンジしてそれで起きるから、うんうんうん、これでそう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 これやばいこれやばいこれエモいこれやばい、うん、超強いこれで、レッドギラゾーンか、はい、まあ正直今言ったのがほぼ全て、まあそうですねこれができるのがまず強いのと、うん、まあ、あとマラに埋めてめっちゃ強いですね、色が、うん、初手にあったら全然埋めていいかも、うんうんうん、で、まあシンプルにあれだね、なんかデロダムデロダムって展開して、あ、そうですね、そのそうバイカーじゃなくてもゲームが決まりやすいのはあるかも、なんか結構それ強かったわ、うんうん、で、リツイートとリツイートは、まあ、オカルト・アンダー・ケインのメタが一番主な理由っちゃ主な理由なんですけど、まあ、うん、波動バイカーもか、まあ、割と刺さるのかなと思います。これもあのパワーパンプがでかくてポチの木で破壊されないんで、うん、なるほどね、結構鬱陶しい。で、次ゴーレム、結構面白いカード入ったね。まあ、これはまあバイカーに結局つなげるデッキなので、例えば235とか、うん、まあ、235とか、うん、まあ、結構そういうのもあるんで、まあ、普通に強いです、うん、まあ、あとキリの噛み合いで結構そのハンドの回転率が高い方がデッキとしてまとまりが良くて強いんで、うん、セイルドの鎧じゃないのはそういうところだと思います。なるほどね。で、レッドダムが3枚、まあ、これはバイカーのメタになってくるワナビーワラビーとかを除去できるのがかなり、うん、熱いかなと思って、なるほど、まあ、あとイルキマンにははいはい、ね、そうですね、初手にこれを見たらデロダム出しやすいし、うんうん、はい、で最後のコメントと、まあ普通に盤面何もいないからでも、うん、これがあればもうバイカーザビデムナとか、うん、バイカーバイカーとか結構やばいことやるんで、まああっていいのかなと思います。はい、で、大前提ザビデムナから出せるカードで、まあ、特に重要なのがブロッカーになるカードとスタースクリーム、スタースクリーム、中華製本人はあんまり使わんって言ってましたね、うん、この辺は、まあ、あんまり使わんけど、まあ選択肢になったら強いカードなんで入ってるって感じですね。オッケー、まあ、だから基本的に出すのはここの2種類かな。あーいいよ。で、ロジアルがこれと。と確率的に言うと3分の2かな。4枚除いたあたりだから12分の8あたり。うんうんうん、なので、まあ、まあ、これは一発目だとこれが外れになってるとか。まあまあ細かいところを言うとあるけど、大体まあ割と連打するって感じですね。うん、そうね。すでに2体いて、3体目でバイカー出した時は大体勝てると思っていいわ。うん、はい、というわけで以上、はい、チャイナバイカーでした。